でもちょっと待ってって、うち結婚してるやんか、ジュリさんと。ジュリさんはね、フランス夫の一種なんですけど、それはね、うちがサヤカやった時にね、加藤アスカだった時に、加藤アスカの立場からうちの状況を 見たんですよ。あれはひどいね、死んじゃうねって。いつも死んじゃうねって。てか、なぜうちを助けに来るんだろう、おかしいなって。チンポついてるし、そのチンポがもともと加藤アスカ、まあ、松井サヤカの彼氏だった杉民夫さんなんだよ。あ、それで今杉田マンションに住んでるんだ。うん、杉田マンションに住んでて。加藤アスカは。東京のね。カウシローとか知ってるんですよ、そういったことは。みんな知ってるでしょ。加藤アスカに直接会った人はね、加藤アスカの実家では絶対選ばれたメンツというか、ゲームデザイナー関係者はね、実家でお会いしてると思いますけど、お久しぶりです。何が、ね、それ以外の芸能とかね、スポーツ関係者はね、北橋さんのね、杉田マンションでお会いしてると思いますが、お久しぶりです。あんまりおらんでしょ。ね。坂本勇人選手の隠れ家にいたりとか、するから。するからって。あれやってね。どうすんのさやかを。ちゅうか、ストラックアウトって決めたんでしょ、マー君と坂本君は。ちょっと待てよ。あ、だから、マー君がストラックアウトで坂本君に勝ったんか。そらそうやろな。え？でも、じゃあ僕のハンカチ使ってくださいよ。どういう意味あるね。意味わかんない。ハンカチは斎藤やんか、うちの文系の。だからね、日本の神社のね、まあ、基本的に観音寺、基本的に一般構造としてはね、宇治はお辻、カバネは斎藤ってことになります。どの観音寺、三つの建前上。で、紋章はうちの三つの前。一応ね。大きに行け。大王の紋章は三つの前。オーディンの三つの前でございます。あ、ちょっと、あ、それちょっと、もう、なんかあった。中田ってどういう意味か知ってる？あ、誰か宗像三女神の正体をとか言ってたね。正体なのね。宗像ってさ。ね、片腹女のこと？しし、かがきたかがきたかがきた。それともなんか、ね、なんか歌った後、小声で。胸型女のこと。ギョギョ。ちょっと硬い胸の女。肩幅女。ガタイ系メガネ。当たってきたな、女。ありゃんなかった。バーン。アリアンじゃなくて、アリランもね、歌うのかね、歌えるようにならなかんな、うち。あれ、アリアンロッドのことやから。アリアンロッドはね、そのオーディの浮気相手。じゃあ、朝鮮半島アリアンロッド系やね。浮気相手系やね。悲しいな、厄介やね、もうめんどくさいね。じゃあ、うちどっちって。わけわからんやろ。アリアンロッドってアプロディータのことやね。ヴィーナスのことやね。ウラノス。チンポ切ったら、ね、ヴィーナス、エネス。それはね、サティのことでもあるし、ヴェネスイコールサティ。インドのサティ。あれや、大変やね。アプロディータの夫、ヘイパイストスってね、ヘイムダルの。厄介だ、厄介だ。ああ、めんどくさ。七めんどくさ。
小島のおばちゃんの口癖、あ、七めんどくさ、私は七めんどくさおばちゃんやからね、あ、七めんどくさ、小島のおばちゃんのね口癖、イオンのね、あ、ツタヤのね、小島さん姉妹どうしたのオーディもね、その三姉妹のねいうことにはね、困ったなと現在過去未来ねえ、チュックね、その自分のお母さんとで嫁とで娘この三人に頭上がらないとか、いや知らんけど、ね、じゃあ嫁の母そして嫁の連れっ子うんいろいろどうなんやろね、実際ね、よう分からんけど、じゃあもしうちのフランツ・オットーとまた再婚してしまったら、ジュリの立場どうなんの、もう中田の一種なのかな多分頂上じゃあでもうちの本当は年下やから、本当はいいか今の誕生日で十分うちの年上なんですけど、ちょっとだけ言うにどうなんやろね、うちが決めれる問題なのかな、おかしいな、それはいいとして、じゃあフランツオット生贄になっちゃうのそのフランツオットのチンチンをジュリにつけて、でジュリのなんかもともとね、うちの遺伝子由来やから怒ってるみたいなんかどうなるんやろね、そうも使えんけどね、ゾイド街やったっけ、もう計算してるかもしれんね、ゾイド街って何だっけ、ロイド街か、ロイド街とボイド街とゾイド街やん、実は言っちゃダメあかん、もうイギリス滅亡すんだ、このイギリスからしたやばい言っちゃった、言っちゃったろ、まあまあ最後だからね、言えたんでしょうけど、じゃあどうなるか。